はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。速攻プレイやっていきましょう。はい、今回はミドルスピードスピリッツアナログ操作やっていきたいと思います。バッター操作です。今回楽天、三好拓海選手、プロ初安打となるタイムリーヒットおめでとうございます。2年目の選手ですね。ちょっと知らない選手だったんで、調べてみました。あの選手名鑑、俺の持ってる選手名鑑情報にはなるんですけど、プロ初安打は、去年日ハム戦で打ってるらしいです。で今年、プロ初打点で、U21 ワールドカップ代表にも選ばれてるらしいですね。で高3の春の選抜ではエースとして準優勝らしいです。で今現在は内野手、はい、ということらしいです。早速やっていきましょう。頑張ります。2日連続でね、あの質問コーナーっていうものを設けて、質問いっぱい来てます。ありがとうございます。はい、まだまだ、募集中でございます。よろしくお願いします。本当ね、嬉しいっす。助かってます。本当に助かるわ。本当に助かってます。ありがとうございます。よし、やっていきましょう。ヒットを打てというミッションなんですけど、まあ、どうせだったら打点だよね。まあヒットでは、まあ高い確率で打点を上げれると思うんですけど、打点上げましょう。頑張ります。バッターボックス頑張りましょう。三好マリーン背番号2、いい番号ですね。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。いや、特殊能力がないのか、三振持ちかな、まあ、分かんないんだよね。まだ追い込まれる前に打ちたいね。ここしっかり食い止めたいですね。さあもう点はやれないところ。2球目打ちました。この打球は落ちるか、落ちろ、えい、何でもいいよ。やりました。イーグルス1点追加します。ナイバッチ。もうちょっとこうスッキリしたヒットが良かったけどね。まあヒットはヒットで、まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。オッケー、この序盤戦ナイバッチ。残念ながら、いやちょっとね、今日ねまだね6時半前なんですよ。ってことはスピリッツクリアしたの俺だけって可能性はあるよ。まあ言っても能力が高い選手ではないから、なかなかこれをスピリッツでねやろうとする人も少ないんじゃないかなと。見てみましょう。あ、今日ね、あ、ちょっと先見ちゃうか、先見よっか。見た後俺の雑談が入るから雑談タイム入るから。情報、せーの、ドン。うおーい、結構やってんな。全部で何人だ、200人近くやってんじゃないか。そんないねえな、そんないねえな。いるか、わかんねえ、計算できねえけど5人か。まあまあまあ、いや本当おめでとうございます。三好拓海選手、おめでとうございます。いや今日ね、この試合見てたんですよ。ソフトバンク対日ハム見ててね、ソフトバンク強いよね、強いわもう強い。まあ日ハムがね、まあ、いまいち調子が上がってないっていうのもあるかもしれないけども、けど俺特別なんかソフトバンクも調子良さそうには見えなかったんで、その中でこの3試合勝ち切るっていうのはやっぱ自力あるよね、強いよね。ほんと強いなと思った。いや、あとねもう一つ、もうちょっとした小話させて、俺今日ねスイカバー食べてたの。あのアイスのスイカバーでしょ、久々に見つけてさ食べてたのさ、その茶の間でね食べてたの。そしたらね、俺の母親お母さんがね、何食べてんのって言ってきて、で俺、あ、スイカバー食べてんだって、あ、懐かしいねスイカバー。でそれからまあ俺食べてるじゃない、ガシガシスイカバー食べてるでしょ。そしたらね、俺のお母さんが一言、それって何味なのって言ってきたスイカバー食べてるのに何味なのって言ってきて、スイカ味ってよし、じゃあ終わろう、今日は終わろう。はい、明日あんの？ないよね。ないね。はい、明日お休みですね。
23日、またやっていきましょう。はい、そんじゃ、今回はこれで終わろうかなと思います。そんじゃあります。バイバイ。